んにちは、こんばんは、勝弘です。今日の脱獄アプリはノースポット iOS7 ですね。まあ、名前は iOS7 って書いてあるんですけど、こちらに書いてある通り iOS8 にも対応したので、こちらの、脱獄アプリを紹介したいと思います。その名の通りなんですけど、下にスワイプしてもらうとこうやってスポットライトが出てくると思うんですけど、人によってはこのスポットライトがいらないという人もいるかと思うんですけど、こちらのスポットライトの機能を無効にしてくれる脱獄アプリになってますね。で、まあ、最初インストールしたときは多分オンになっちゃってると思うんですけど、で機能が最初に、有効になっちゃってると思うんですけど、ならない場合はオンにしてもらってってなってないんですよね。なってない場合は一度、スプリングをかけてもらうと使えるようになると思いますね。一度リスプリングしてもらうと、下にスワイプしてもスポットライトが出てこなくなるようになります。今日はノースポット iOS7 の紹介でした。ではまたねー。